で、あとはねちょっと番外編的なもんなんですけど、品種でいくとね、あと青パパイヤ、はい、まあ見ますね、うん、これはね沖縄にもあるんです。で、あるし、皆さんも沖縄の、物産展とか、よく街にありますよね、セレクトショップみたいな感じで、沖縄の食材扱ってますよみたいな食材さんに行けば必ず売ってます。沖縄で行くとナーベラーチャンプルかな、っていう名前で、ナーベラーっていうのが、ナーベラーじゃないか、ナーベラーヘチマかな、青パパイヤの、チャンプルがあるんですよ。で、現地では大根的な使い方するのかな。へえ。だからね、青パパイヤのね、切り干しが売ってるんよ。はいはい。切ったものを干して、一年中食べれるようにしたもの。で、それを水で戻して、チャンプルにする。はい。で、これが、まあ、後ほどちょっとまた栄養価の時話するんですけども、はい、まあ、美容と健康にいいと。あ、そうなんや。はい。いうので人気があるんですね。これが、青パパイヤ。ちょっと番外編です、うん。はい。と、あともう一つ。これはね、僕も食べたことないんやけども、美味しいらしいっていう話は聞いてるんですよ。らしいね、噂ね。らしい、そう。っていうのは入ってこないんですよ、本州に。はい、はい。石垣サンゴ。っていうことはもうそこです。そう。はい。石垣サンゴっていう。サンゴ。そう。うん、パパイヤがあるらしいんです。はい。で、これも赤肉品種だと思う。うん。で、パパイヤっていうのは切ったら中にこんなちっちゃい黒い種がいっぱい入ってるんですけど、うんうん、種なしやねんって。へえ。種がないらしいの。あ、そう。そう。これ食べやすいなと思う。いいね。そう。で、まあ、ほとんど本州には来ないんで、多分ネット通販で現地に注文するか、そのシーズンに現地に行かれた方は食べれるんじゃないかなと思うんで、ちょっと今ね、移動はしづらい時期ですけども、もし行けるようなことになれば、ぜひ食べていただきたいなっていうパパイヤ、石垣さんも。へえ。はい。ぜひ。今言ったやつ、いくつわかる？いやー、分かる。もう株細るかも。いや、もうこれしかもあんまり、まあまあもちろん、そうやな。一般的にはこれのイメージがある。うん、で、なんかね、その、多分とろけるような感じのパパイをあんま食べたことがないのよね。はいはい、ああ、うん。だから余計に。これね、パパイヤの、皆さんがパパイヤ好きになっていただくために、まず、初心者の方に、が注意してほしいことは、果熟では食べない。ほう。だから今言うととろける状態で食べない方がいいです。あ、そうなんや。はい。僕パパイヤ好きやから、うん、果熟でもいけるんですよ。うん、ただ初めて食べる人が完熟で食べると多分匂いでやられると思う。分からへん、あの匂いですか。うん、臭いね。で、僕はよく言うやドリアンが臭い果物って言うけども、はい、僕の中ではもうパパイヤが臭い果物だと思う。あ、そう。はい。完熟したものに関してはね。あー、そうなんや。だから、ただね、やっぱり美味しいものっていうのは臭い、苦い、えぐい、まあそう、癖になる味はね、そう、臭いやとか納豆とか、あの癖になるやんか、はい、あんなんと一緒やね。やっぱり、臭い果物はやっぱり、ね、癖になるよ。うん、だから皆さん、まあ、好きな人はね、そうそう、だからそこの領域に行ってほしいから、初めからそのディープなものを味わわないでほしいなと。はい。なので僕臭いのはね、マンゴーのね、海産の方が臭いですわ。はいはいはい。あれも完熟しなければね、穏やかになるけどね。でも初めにそれを食べて、うわっって思うと、もう次からもそれが鼻について無理になるでしょ。これね、もう果物屋ね、あるあるかわかんないですけど、まあもちろん僕ら大きい冷蔵庫がボーンってあってね、はいはいはい、そこに果物を直してるわけですよ。うんうん、夏とかになるとね、もう冷蔵庫開けるとすごい匂いしてくるのね。あの匂いがちょっと きつかったわっていう、この多分パパイヤとかマンゴーのすごい匂いがきつい、ね、カオスがね、うん、あれは本当にうわって思うのよね、夏場はね。ああいう感じよね。そうそう、桃がまず匂い放ってるところにマンゴーが出てきてっていう感じだからね。匂いのカオスだからね。はいはい。なので、うん、まあ皆さん、僕はパパイヤ好きになってほしいんで、まずは入門編から言ってほしいなと思うんで、まず完熟は手を出さない、はいはい、穏やかなとこから行ってくださいと。うん、そうなんよね。はい、でそれってでも宮崎さんのサンライズソロも、うん、はい、もう一緒です。あ、一緒なんや。一緒、それはやっぱり穏やかは穏やかなりに癖はあるんで。うん、はい。なので初めはもう食べたことないのであれば、完熟前、もう柔らかこれっていうところまでは生かさない方がいい。いいってことね、パパイヤは。はい、そうなんですよ。でですね、今これで4品種かな、4品種。まあ皆さんが手に入れれるものであれば2つ、はい、の紹介させてもらったんですけども、まあ、おすすめはこの、
まず宮崎を、うん、マンゴー多少と高くても食べていただくと、はい、でそこから、カホッポホソロに行ってもら、ね、はい、行ってもらって、カホッポホソロは空輸のものを選んでくださいよと、うんうんうん、はい、いうお話をしたんですけども、じゃあその中でもやっぱり特に美味しいパパイヤを手に入れていただきたいんで、お、はい、おすすめのパパイヤ、はい、ここを見て買おう、あ、ここで顔を見て、あ、うん、ここを見て買おう、品種ではなくてね、はい、はい、っていうのを説明をしたいなと思います、うん、めっちゃ簡単です、はい、見るとこはね、ここですさっきも撮ってたけど、ここやね、シール、あ、シールね、はいはいはい、いくつかね、パパイヤ の、ね、はい、あのブランドっていうのがあるんですけども、はい、今日も本当にここにある、これがまさにおすすめのパパイヤのブランドです。この DS って書いてあるのね。DS ね。DS。書いてます。これね、マンゴーも作ってる、作ってる、輸出してるし、パパイヤも作ってるんですけど、ダイヤモンドスターっていうブランドなんですよ。あ、その DS ね。ダイヤモンドスター。そうそう、ダイヤモンドスター。はい、ダイヤモンドスターの出してるダイヤモンドヘッドっていうブランドのパパイヤ、うん、ほう、うん、これがね、もうピカイチ美味しい、カポホソロ、カポホソロ、もうね、もう見なくていいです、もう果物見なくていい、ここだけ見たらいいです、 DS って書いてある、そうそう、このシールを見て買ってください、へえ、そうな、うん、そんな楽なことがあんの、あります、へえ、いいやん、そう、はい、ただやっぱりこれも結構ね熟してきてるんですよ、ちょっとまだ緑残ってるけども、ほうほう、うん、ほう、緑が全体がまだ緑のうちはまだ食べれないんで、ちょっと今ちょうどこれぐらいかな、今この手元にあるぐらい、ちょっと首が青いかな、うん、ぐらいの感じが今一番癖の穏やかな状態、食べれますこれ、うん、ここから今度は緑が完全に抜けて柔らかくなってきたら完熟、はい、そうなる前に食べろ、そうなる前にまずは食べていただき、うんうん、はい、と思います、なので見るところはここですね、シールだけで美味しい、シールだけ、いや、それはなんかそのシール貼ってるところがもう美味しいの作ってるよってことなんや、そうそうそう、美味しいのちゃんと選別して出してきてくれる、ああそうなんや、はい、っていうところですね、で、まあ、そこからまだ深掘りはできるっちゃできるんやけど、まあ、もそこまでする必要はない、まあ、とりあえず一旦と、そうです、もう形とかでいくと空輸船便でも美味しそうな形のやつあるんですよ、うん、でも実際開けてみると船便なんで、まあ、未熟だったりするんで、うんうん、あまり形とかで選ばない方が僕はいいと思います、はい、はい、で、じゃあパパイヤの好きになる要素、うん、そのもう一つ栄養素、あ、栄養素、はい、栄養素がね、これがね、パパイヤすごいんよ、おお、すごいんよ、いい子じゃないですか、すごいんですよ、はい、まあ黄色い果物も全般そうなんやけども、ベータカロテン、はい、なん、え、そのベータカロテンなんか多いってたな、柑橘でなんか多いってた、ね、みかんちゃんかな、みかんやったかな、ベータカロテンの、ベータクリプトキサンチン、はいはいはい、うん、うん、それが黄色は、そうそうそう、うん、が非常に多いとっていうのと、うん、パパインっていう、パパイン、パパイン、これパパイヤ特有の消化酵素でね、うん、これがねめちゃくちゃ強力なんですよ、うん、タンパク質分解酵素ですね、まあ、体に入ったものの消化を助けてくれる栄養素なんやけども、うんうん、それがパパインっていうのを含んでて、それが超強力消化酵素、あ、そうなの、めちゃくちゃ強力です、僕らがキウイとか、うん、そうでしょ、ね、キウイ、大沢田、この辺がね出血するぐらい低度化されたりとか、うん、パパイ、パパ、パイナップル、うん、ブロメラインね、うん、とかあるけども、もうそんなんもう火じゃない、あ、そう、じゃあもしこれを大量に切ったりすることがあれば絶対したくない、絶対したくない、そうなん、うん、これね、ほんま果物屋さんやからね、うん、もう僕らまあ、パイナップル1個とかいうわけじゃないじゃない、もうめちゃめちゃ切るんですよ、うん、キウイじゃめちゃめちゃ切るんですよ、さあということね、血出てくるんですよ、どこも切ってないのに、そうそうそう、なります、溶けて、うん、これちょっと何って思ったけど、そういうことがこいつはもっと強力、そうなん、強力っていうかもうえぐい、ただまあパパイヤそんな切ることがあんまなかったから知らんかったよねそうそう、うん、イチジクもあるからね、そういう消化酵素、イチジクはそうなんですよ、うん、まあ、それで僕はダメなんですけどねあ、マヤ、キウイもあかんやん、そうそう、だからもしかしたらあかんかもしれない、だから僕はその受けを食べると喉とかがやられるので、うん、しんどくなるから、もしかしたら僕は食べれないかもしれないとか、ね、なるほど、一回動画の企画でやってみる、いやいや、もう多分食べて別にひっくり返りはせえへんから食べれるけど、しばらくうわーってなるっていうだけの話だって結構これはきます、へー、ね、パイナップルも一玉切ったところでどうこうならないでしょ、ならないな、でもこれは例えば種を手でもう、かき出したりとかするしようもんなら、ほんまに食べてるうちにこの辺痒くなってきます、だから皆さんも家で
パパイヤ切ったらあとは絶対手洗ってください。はい、あの手洗わずにそのまま放置してるとものすごく痒くなったりとか、あのひどい場合はこの辺の皮膚の薄いところから出血したりとかするんで。そんなん全然知らん。でもその分助けてくれるんで消化を。まあそれがいいと。パパイン。そうですね、パパイン、これが、はいはい、ってとこですかね。こんな感じですか、パパイヤ。パパイヤそんな感じ。時期的にはもう今ある感じできて、うん、あ、まあまあ年中あるって言ってたもんね。そうです、常夏の国からやってくるんで。まあただ一応1個、まあ、答えられるもん。ここでカポホソロやんか、うん、でサンライズソロやんか、うん、ソロってなんなんやろね。それね、なんなんやろね、分からへんけど、ちょっと気になった。そう、こういうキーワードでちょこちょこ出てくるのよね。なんでこれ一緒なんやろなみたいな。あの他のね、果物でもあるよ、ソロっていう名前がつくものが。ああ、そうなんや。うん、だからな、ちょっと調べてみます。まあまあ、まあ、名付けのね、はい、まあちょっと同じような感じだなと思って、なんか意味があるのかなってちょっと気になりました。うん、はい、まあそれだけです。なんやろね、これどっかの言葉やろね、多分。カポホソロ、カポホソロ。はい、まあそんな感じで、はいはい、はい、ということで以上パパヤでした。はい、はい、では次回もよろしくお願いします。